巨人が DNA に大敗を喫した。広島も敗れて首位はキープしたものの、4位の DNA とは4、5差となった。初回、先発のメンデスが1死しか奪うことができず、4失点、自責2、で慶応。前日、12回2死からさよなら勝ちの勢いに乗ることができず、痛恨の一敗となった。メンデスは4月3日、中日戦以来の登板だった。 先頭梶原の三五郎岡本はが悪送球。さらに自打者エビナの打席では、ワンボールからメンデスが一塁へ牽制を悪送球した。わずか三玉で二失策。いきなり虫二塁のピンチとなった。ここからエビナに支球、佐野は三振に仕留めたが、オースティン、マキに敵自打を浴びた。メンデスは宮崎、山本に死球を与えたところで、安倍監督が交代を決断した。 怒りの表情が滲んだ指揮官は2番手、赤星を送り込んだが、さらに1失点を重ね、初回から4点ビハインドとなった。安倍監督は DNA2 連戦前、メンデスについて、ダメだったらすぐ帰る。中継ぎ全部使えるし、と語っていた。三浦監督が交代を渋ったウィッグを一括した件に、俺も怒った方がいいのかな、と語っていたが、怒りを押し殺して降板を告げた。 メンデスは降板後、先発としてゲームを作れずすみません、とコメントした。9回は4番手、泉が捕まり、秋広の失策も重なって3失点。一方的な展開となった。試合後、安倍監督は今季2度目の会見拒否。不甲斐ない試合内容に、報道陣の前に姿を見せなかった。打線は DNA の先発、吉野の攻略に苦戦。 6回6アンダム失点に封じられた。残り20試合を切った中で、今季18度目の完封負け。9日には広島に移動し、10日からは首位攻防3連戦。切り替えて決戦の地に向かいたい。